高谷さ山は長野県にある標高1351.5メートルの山である。中野市、山の内町、木島平村の境界に位置する。安山岩の溶岩と火災流、軽石流等が重なってできた清掃火山。活動時期は30万から20万年前。登録の参考山といい森山は溶岩ドームである。その比較的整った。 塩水系の採用から強度富士の一つとして、高い富士とも呼ばれる。溶岩が作り出した、目音岩、薬師岩、天狗岩や大黒岩など多くの奇岩があり、古代より信仰の対象とされ、修験道場の跡があるなど山にまつわる伝説も多い。なお、地理的にはこの山を境に、長野盆地とい山盆地が区分されることもある。高谷城火山の地形図。 清水英一の新州百名山に数えられており、複数のコースを有す登山向けの山として知られる。登山道は整備されており、木島平口や屋間、瀬口、赤岩からの登山が可能。タムシバやカタクリといった植物に加え、秋には紅葉も楽しめるほか、冬にも越年登山が行われている。山麓付近には、 アタゴ山の湧水で有名な不動滝や幻の滝と、いわれる、樽滝等の名所も点在。また、志賀高原 CC や、木島平スキー場、ヨマ瀬温泉スキー場などのレジャー施設もあり、一年を通して楽しめる山となっている。ありがとうございます。